非人道的な方法で作成された可能性が浮上してしまうバイオコンピュータ。バイオコンピュータが許されない作り方で製造されている可能性。強化人間やクローン作っている世界で許されないとは相当だな。 F90 ファステスト4ミューラ4だ。これに近しいものを感じた。人の精神を機械に移植できるなら不老不死も夢じゃないな。え、まさかバイコンまでそれ系なの？人命は有り余ってんだ。使えてもらえるだけありがたいことだ。まあバイオって時点で察するべきだった。バイオセンサー、そんな RXF91 ただのモビルスーツである。人道的ですね。安心安全なアナハイム製の F91 を買いましょう。これと同じ感じ？パイロットの安全性を確保するためにはその他大勢の犠牲は仕方なかろう。割と昔からバイオコンピュータは生物の細胞などのような有機素材を用いたコンピュータって設定あるからな。同じ雑誌のプリクエルであの博士が頑張ってるのを描いてるのにそういうことしちゃう。困った時の木星性。事故を出る前に事故死しそう。実際死んでるわけだが。さすがにその設定が公式になったらこの人許されないのでは。さすがにモニカ母ちゃんの株を下げるような真似はしないと思う。ジョブジョンの方が怪しいし。モニカをいい母親だと思ってる人多いけど実際は悪い意味でのキャリアウーマン。比較対象はアムロの母ちゃんとかだから。実際仕事優先でいい母親とは言えないけど最後は息子にアドバイスしてセシリー救出の助けになったから少なくとも同じ立場のカミーユの両親に比べたらだいぶマシな方ではある。 MCA フレームってどうなるの？まさかあれ積んでるモビルスーツ全部人間犠牲にしてるとかあるの？V ガンが MCA 積んでるかどうかってよく議論になるけどこの設定が公式になったら積もんでない方が良くなるな。それはいくら何でもコストパフォーマンス悪すぎるから普通に量産はできるんじゃないかな。 F91 先輩、あなたもこちら側に来たんですね。待て、量産 F91 はどうなるんだ？なんかサイコフレームと同様バイオコンピューターのとんでも設定増えたな。バイオなコンピューターだから生きた人間を解体してシステムに組み込んでるんだろう。そういうことをやりそうではある。結局 F91 も鉄仮面も表裏一体ってことだな。バイコンもネオサイコミューも同じよ。ちなみにネオサイコミシステムも機関となる技術にバイオコンピュータ使ってるとかなんとか。そもそもバイコン自体の開発者がカロッツォ。カロッツォも大学院で研究していたわけだし案外民生分野ではずっと前から研究されていたテーマなのかもな。バイオコンピュータ、そういう意味だったのね。マリオン、言われてみると歴史の一番最初からだったな。バイオコンピュータでくくると割と昔から結構恐ろしいこと書いてあるな。ドーム、人間をバラしてシステムに組み込むとかないわ。宇宙世紀やばすぎじゃね。アムロレイサイリンを目指すなら多方面からアプローチしないとね。アムロの脳みそは？バイオコンピュータの正体があれだとすると同じく積んでるクロスボーンガンダムも。バイオ脳はまっさらなのにひたすらアムロの戦闘データ学習させてできたものだから人由来じゃなくてなんかの細胞培養して出来上がったものじゃないかな。人間の脳を模してるだけで本当に人体パーツ使われてるわけじゃないだろうな。そう言ってくれ。宇宙世紀ってクソだよね。ていうかこの話ナラティブからダイレクトにつながるのか。ジョブジョンがとにかく不穏すぎる。真っ黒すぎるよあのじいさん。単純にバイコンの研究のためにニュータイプの脳波をサンプリングしてるだけじゃねえ。人間の脳が素材だってお前らはやりたいのかもしれんけど。そもそもまだもしかしての段階だから。マークローン兵士強化人間にして戦わせるとかしている時点で中世紀の倫理観なんて。バイコンが第二のサイコフレームになるのかな。これがガンダム、悪魔の力よ。ガチで悪魔じゃねえか。クローンバイオとかならセーフ。まあこの化け物に勝つならそれくらいしないとな。多分バイコン研究団体で後腐れのない被験体を求めた誰かさんが地球不法居住者で傭兵団所属だったマトリカちゃんに目をつけた。
ニュータイプ用モビルスーツとか渡して一通りデータ取り終わった段階で後腐れがないヨーヨー兵団ごと抹殺したという流れだと思う。マトリカちゃんは現状楽しそうにディル君のハイグレーやっているからマシンに囚われているとかいう展開はないと思うな。 NT だった死んだヒロインの脳波がサンプリングされてるかもってだけで別に脳を直接使ってる可能性は低い。生体コンピューターってこと？富の小説版だと人と顔をして人馬一体が実現できるすでコンピューターぐらいで別に人を犠牲にしてやろうとかいうものではない。方向を打ちたいって思ったらちょっと先回りして射撃並走メニューを出してくれると、程度の細部をいい感じにショートカットしてくれるくらいのノリをイメージしてた。まあ F91 の劇中イメージだとそんなんよな。バイコンそのものはやべえもんじゃないし、製造法が確立した後も黒い部分はないんだろう。ただバイコンを作るために模索していた時期に黒いことはしたかもねくらいか。F91 は数 SM 周りを掘り下げてほしいわ。そんな人にこそ今 FF90 ファステストフォーミュラを手に取る時かもしれない。サイコフレーム、バイオセンサー、バイオコンピューターの違いを教えて。サイコフレーム、パイロットが気合を入れるとオーラが出るバイオセンサー、パイロットが気合を入れるとオーラが出るバイコン、コンピュータ側がパイロットが良さげだった場合に気合が入る。サイコフレームとバイオセンサーはニュータイプのノウハウを増幅させて身の不月粒子を介して物理法則を無視する現象を発生させる。バイオコンピューターはニュータイプやオールドタイプに関係なくノウハウから搭乗者のやりたいことを補助したり知覚を底上げする。大体こんな感じ。細かい設定初めて見たけど、凡人でもニュータイプ的感覚を疑似的に体感できる装置なのか。それ以前は凡人を強制的にニュータイプにしたり、脳波をサンプリングしてその脳波に合わせてモビルスーツ動かしたり、コンピュータにサイコに使わせたりしてたから。 F91 周りがどんどん掘り下げられていくな。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お願いするのだ。